はい。和田秀樹チャンネル、和田秀樹です。最近やっぱり世間を騒がしてるルフィという人がいて、フィリピンの収容所からいろんな人に命令を出して、3、4人1組で強盗をやらして、かなりのお金を稼いでると。実は いろんな説があるんですけど、余罪が数百件とか数千件じゃないかという説まであります。僕はその可能性は十分ある。つまり、ルフィなる人がものすごくリッチな暮らしをしているわけで、カジノに行くたんびに数千万持ち歩いてるってことで、目立ってる強盗事件だけで数千万ぐらいしか入ってこないでしょうから、もう何百件何千件とやって何十億単位の金は稼いでんじゃないかっていうふうに思うんですけども、 一番ここで問題なのは、今回、まあ、狛江でおばあさんが殺されてしまったということがあって、この事件が急に話題になったわけですけど、もうどうも話を聞いてみると、数年前から似たような事件って結構あったとされています。ということで、なんで警察が類似の事件がこんなに大量に日本国内で 発生しているのに、こういう事件が増えてますから気をつけましょうという言葉もなく、そしてマスコミにもその情報を流すことがないということが長く続いてた疑いがあるんですね。つまり、人殺しが一件入ったから、 急に本気になったっていうだけの話でこんな事件はかなり実は公募で起こっていた可能性があるのにまあ、警察というところがちゃんと動いてないで、この和田秀樹チャンネルでも散々言ってることなんですけどこの国の警察っていうのはテレビで騒ぐような重大事件は 真面目にやるんだけどところがストーカーなんかだったらもう人手が足りなくて忙しいんでって追い返されちゃうで空き巣なんかの前あの事件どうなりましたああ今捜査中なんですけどなかなか何にも見つからなくてって言って実際はろくに捜査してくれてないというのが現状なんであって今の警察ははっきり言って私から言わしたら交通の金儲け組織 つまり、忙しくて人手がいないと称して、三人、いろんな交差点に人を立たせて、一時停止違反を捕まえて金儲けをする。という、アコギな金儲け組織なんであって、犯罪捜査なんてやりたくないと。だけど、やってるふりをしないといけないから、重大事件だけ取り締まる。あるいは、テレビ局に情報を流してやる代わりに、刑事ドラマ作ってくれよとかって言って、刑事ドラマで一生懸命やる刑事の姿を映すと、やってるみたいに見える。 いうのが現状だと思いますよ。一回いろんなことがあった時に警察に被害届出してみてくださいよ。ちゃんと取り合ってくれるかとか、被害届を出してから一週間後、二週間後、ほとんど連絡がないっていう状態が多いなということに気づかれると思いますよ。その中でこういう事件が。 で、今ね、いろんな外国人が入ってきたりしている。しかも、半グレーと言われる人たちがいるってこともあって、治安ってもうちょっとちゃんと考えてほしいんですね。僕らが子供の頃なんでパトカーとかがしょっちゅう街をパトロールしてくれる。だからアンパンマンなんか見てたって、アンパンマンは、 パトロールしなくちゃって言ってるわけですよ。つまり、おまわりさんが巡回するっていうのが夜道とか当たり前だったのに、今はまあ日本が治安がいいっていうこともあるんだろうけど、あんまり見かけなくなってるわけですよね。実は、おまわりさんがあんまりちゃんとやってくれないっていうので、えー、民間の警備保険の会社、セコムでもアルソックでもそういうところに頼むとか、下手をすると大金持ちの家なんかは友人警備って言って、ガードマンが二人立ってたりするわけですよ。 だこういう家だったら泥棒入られないだろうなって思うかもしれないけど、私はね、外国人が入ってきたら違ってくると思いますよ。一番厄介なのは、アメリカだったらね、実はガードマンって言われる人たちがピストル持ってるんですよ。民間雇いの人でも。日本の場合は、民間の警備保険の会社の人たちは銃持ってないですから、日本人なのか外国人なのかわからないけど、銃を持った強盗が警備保障の会社の人が立ってた時に、家中の鍵全部手に入るんですね。 本当のことを言えば、税金を何百、何十億以上払った人は、警官を立ててあげるっていうふうに僕はすべきだと思ってて、そういう警備を警察がやるべきだと私は思いますよ。だって警察官であれば、相手が銃を持ったとして,ても、こっちも銃持ってますからね。そのぐらい警察って大事なのに、警察がその治安のためになっていないっていうことが非常に危険なことだし、今回の事件で僕は唖然とさせられたのは、 ああいう強盗みたいなことがね、軽い犯罪だと思われてるってことですよ。人が死ぬまでは警察がちゃんと動いてなかったわけで、日本中至る所であんな事件が起こってたのに、あんまりそれまで話題にならなかったということで、今頃になって騒いだって遅いよねっていう気がします。そういう意味で、今回警察批判を私はずっとし続けてきたわけですけども、警察の人たちには、 本当に人々の命を守ってほしいということを心底を願いたいと思います。えー、和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。